ただきます。今出てきた美味しい、美味しい。みるみるランド。はい、どうもみんなのヒーローゆうきです。アリスレーナです。今ね、名古屋にいるんですけども、名古屋駅で名古屋うまいもん通りっていうのがあったんで、ここちょっと見てみておこうと思います。はい、名古屋うまいもん通り。はい、ここ通り、通り口。はい、なんかあそこにお店が書いてある案内がありますね。はい、あ、ここにいろいろ入ってますね。あ、これじゃない、丸屋さんって。あー、ほんとだ、うなぎ。有名みたいですね。はい、美味しそう。いろいろあって美味しそうですね。台湾料理とかお蕎麦とか。はい、ひつまぶし行きましょう。ではうまいもん通り入っていきます。人がすごいいっぱい混んでるね。こっちはスターバックスとかマクドナルドとか入ってます。めっちゃ人混んでるよこれ。名古屋名物あんかけスパゲティ。いいですね。あんかけスパゲッティ、しかもみそかつあんかけスパゲッティ。いや、これすごいじゃん。ニュー。あ、これもいいね。ね、なんかこれもいいですね。ちょっと候補。鉄右衛門。こちらもつ鍋、博多もつ鍋。あ、イビスバー。イビスバー。あ、ひつまぶしあったよ、丸屋。これ全部行列？満席でございます、さすが。めっちゃ並んでるね。やっぱそうだよ、だって日曜日の夕方でひつまぶしの名店ってあそこしかないんだよ。そうですね、ここにね。はい、こんな感じです。松本清があります。というわけで、ここも並んでる。台湾料理もすごい並んでる、ね。うまいもん通りは人がめちゃくちゃ混んでるので、諦めます。時には諦めも大事。しょうがないので違うとこ行きます。違うとこ行きます。つまずし高校に行きたいと思ってますが、今ちょっとさまよっております。なんか美味しそうなところ、美味しいですよね。あそこの居酒屋さんとかもなんか美味しそうだし、結構ここら辺はなんか飲み屋街な感じですね。はい、結構お腹が空いてきました。今ね、台湾料理屋さんめっちゃ混んでた。すごい並んでるんですよ。地元の人に大人気なのかなって。駅の、ね、反対側に行こうと思って、はい、歩いております。すごいね、なんかいい匂いばっかりしてお腹空いちゃいますね。はい、ここはね、反対が駅の反対側にでかくって、ね、名古屋駅広いからね。ここね、上が名古屋駅なんですけど、こっちの方に向かってきます。ひつまぶしは召し上がったことありますか？ありますよね。あ、あるんですね。美味しかった。好きですか。うなぎは好きですよ。はい、楽しみです、ね。なんかひつまぶしといろんな食べ方できる。あ、そうですよね。らしいです。私はなんか普通のうなぎ屋さんでうなぎしか食べたことがないので、はい、ちょっとひつまぶし、すごい楽しみです。しかも本場のね、ところなので、すごい楽しみです。初めてのひつまぶし。楽しみ長屋。ひつまぶし長屋。長屋って何ですか？名古屋。おお。はい、楽しみ長屋です。はい。
みるみるランドなのね。はい、今やっとトンネルを抜けてきたところです。そしてね、こちら反対側が、はい、こちらがね、名古屋鉄道と書いてあります。名鉄百貨店ということで、ね、あそこ大きなランドマークがありますね。こっちからも行けるらしいです。さんが道を考えてくれてます。はい、今チャンスセンターの前を通ってます。川口ですね。あれだ。わかりました。チャンスセンターの前を通ってきました。ああ、はい、あそこの大きなビルが目指す次のお店で入っているところです。行ってみましょう。すごいね、大きなビルですね。はい、名古屋ビルジング、名古屋ビルジング。このね、高いところマリオットホテルだったらしくって、ゆきさんは以前ここに泊まったことがあるそうです。いや、この辺で高いビルが多くて、すごいなんか迫力がありますよ。そうですね、すごい迫力あります。高層ビルがいっぱいあるので、ぐるって、はい、やっぱ名古屋の人は高いのが好きなのね。はい、あ、これも高い。はい、こんな感じで高いビルがいっぱいです。はい、このね、風景すごいですよ。このね、テンション上がるとゆきさんが言っております。エレベーターが上に上がってく様子がいいね。あー、いいですね。赤になる、あ、赤じゃない、青になりました。赤、人がすごいです。すごい、名古屋駅の前、人がすごい多いですね。で、活気があります、すごく、うん、なんか明るいし、活気があるし、いいですね。あ、人は本当いっぱいいます。名古屋の夜です。夜って言ってもまだ夜じゃない。まだ6時。6時は夜じゃないですか。あ、夜ですか。夜ですが。わかんない。夕方かな。夕刻。夕刻。もうね、すっかり日も暮れて暗い感じです。はい。おはようございます。走れ。はい、渡り切りました。でですね、このね、対面にある、こちらのビルがこれから行くビルです。すごい綺麗なビルですね。熊野市名古屋ビーチ3階、はい、行ってみます。すごい綺麗だね。綺麗ですね。うわ、すごい、すごい綺麗。はい、3階なので、スカレーターが下りでした。上りのね、上りに乗りたい。すごい明るく綺麗です。綺麗なビルだった。楽しい。そうかもしれないですね。名前初めてなのか分からないですけど、すごい素敵なところです。食べ物屋さんが入っているところみたいです。そうだから、ここはカレー屋さんかな。カレー屋さん、アジアっぽい感じですね。はい、あ、これ串揚げ屋さんっぽいですね。はい、こちらお肉屋さんで、すごいお肉めっちゃ置いてあります。ありました。ここですね、ひつまぶしじゃん。そうですね、ただいま満席でございます。あ、すごい、9組いいですか。はい、待ってます。
整理券ゲット。整理券ゲットしました。はい、今ですね、ここに来たんですけれども、ビンチョウひつまぶしということに焼いてるんですよ。こちら、ガラスが熱くなっているので、触れないようにご注意ください。ありがとうございます。あ、すごい。今ですね、すごい。すごい美味しそうです。今焼いてたやつを、私たちも後でいただけるということですね。こんな感じで、あれ焼き上がりですね。このね、大きなこの桶の中に美味しいタレがいっぱい入ってて、ここにつけては焼き、つけた焼きをきっと繰り返していたのであろうと思います。わー、めっちゃ美味しそう。あー、明朝丹ですね。だん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 と切っては、うわー、すごい。こっちだいぶ焼けてきてますね。うわ、めっちゃ美味しそうや。はい、よだれが垂れてきそうな美味しそうさです。今日つまぶしに来たところです。そして今結構待ってるんですよ。20番目になるんですけど、はい、そうですね。今ね、写真を撮ろうとしたら、中の調理してるお姉さんがすごい親切にちゃんとね、この美味しそうなやつを前に見せてくれて、すごいね、もうサービスがめっちゃいいです。入る前からかなり期待してます。普通のひつまぶしと特上ってあるから、両方頼むんでしょ。普通のと特上、どれだけ違うの。はい、ここにね、今メニューをくれて、これを先にね、やっとくと早いですよっていうことだったんですけど、ひつまぶし、いろいろあってすごい種類ありますね。ひつまぶしから究極ひつまぶしまであって、値段がね、もうね、3400円なのが9700円まで。本当だ。すごい。特別ひつまぶし。すごいですよ。極？極極？究極？究極？究極ですね。特上、極上、究極。すごいですよ。迷いますね。全然違う。でもせっかく来たから、これと普通のと比べましょう。おー、すごいですね。どっちがあのか、ドキドキです。ドキドキです。わ、1万円の質問です。1万円ですよ。すごい質問が高いですね。美味しそう。4番サードみるみるランド。はい、このフロアは、ね、結構いろんなお店が入ってそうなので、結構ひつまぶし食べられるまでに、入れるまでに結構時間かかりそうなので、ちょっとぐるってしてみようと思います。なんか気になる店とかありますか。安と見てやってる近くに行くやつ。こういうのも美味しそうですよね。あー、すごい。世界のビール博物館、ビール好きだったら絶対ちょっと入りたいかなって感じですね。あ、見てください、すごくないですか。ビール、いやー、いろんな種類がタワーになってますね。わお、美味しそうですね。はい、ビールもね、種類が本当に豊富なので、ミセンって読むんですね。ここね、さっきすごい並んでたところなんですけど、あ、そうですね、手羽先が有名なのかも。ここもすでに結構並んでますね。人気なんですね。ここはお好み焼き屋さんとか、また反対側ね、こちら九州のお店が入ってます。すごい綺麗、ガラスのお店とかお洋服とか雑貨系のお店もあったりとかしてます。なんか本屋さんですかね。すごい綺麗な本屋さんですね。
か可愛いカバとか豚さんとか羊とかいっぱいありますね。見てるだけで結構楽しいです。なんかインテリアがすごい素敵ですね。ここインテリア屋さんかもしれないです。あー、こういうインテリア憧れますね。革の椅子とかもすごい素敵。あ、ここもインテリアさんっぽいですね。で、マリンネット、箸の店。あ、本当ですね。箸専門店出てきましたね。箸で、その隣はお洋服屋さんと雑貨屋さんみたいな、すごいいい感じですね。あ、なんか面白い、日本の梅干しとか売ってますね。あ、果肉植物とか売ってますね、かわいい。何ですか、郷土玩具。おお、面白い。さあ、お洋服屋さんですね。さあ、こっちはね、結構食器も売ってます。なんかいろんなものが売ってて面白い回ですね。はい、でその一角にひつまぶし屋さんがあるということですね。めっちゃみるみるランドやねん。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。はい、はい、来ました。そうですね、すごいいい香りしてます。なんかちょっと店内もすごいいい感じのお店ですね。何ですか、美味しい召し上がり方。はい、じゃあ読んでください。1膳目、お茶碗に盛ってそのままうなぎの味をお楽しみください。2膳目、さらにネギとわさびを加えてご一緒にお召し上がりください。ネギとわさびの風味をお楽しみください。3膳目、薬味と海苔を乗せお出汁をかけてうな茶漬けをお楽しみください。おお、いいですね、美味しそうですね。ありがとうございます。今ね、一個気がついちゃったことがあるんですね。はい、色がね、色がね、このシャツとこのソファーの色が同じだとね、カメレオン状態に。本当ですね、同化してますね。同化します。でもね、珍しいんですよ、ゆきさんがね、なんかこんなね、あんまりシックな色は着ないので、いつも。そう、派手派手なんで。今日は何でですか、名古屋に来るからちょっと。いや、前からあったけどね。あったけど、ちょっと落ち着いた大人のイメージです。じゃあここ落ち着いてないですけど。なるほど。ちょっと名古屋に来るから大人っぽさを PR して。ちょっと格式高い名古屋に合わせて、ちょっと上質なワインレッドみたいな感じ。ああ、いいですね、ワインレッド。ひつまぶしは食べたことがない。今回初ということで、どうですか今の意気込みは。楽しみですね。これからひつまぶしがやってきますけども、そう、焼いてるところを見ても本当に便乗さんで丁寧に焼いてるのを見て、お部屋が食べられるのかと思ってすごいテンションが上がるので、上がります、楽しみです。しかもね、普通のひつまぶしで3000円いくらだっけ、300円、それがね、究極は3倍ぐらい、9000円、7000円、約1万円だったので、その食べ比べをします。どれだけ違うの、違うのか楽しみです。ああ、お出汁のツボは熱いのでお気を付けくださいませ。すごい山盛り。はい、失礼します、こちらひつまぶしでございます。はい、はい、ひつまぶし来ました。これが通常のひつまぶし。美味しそうですね。美味しそうですね。そして比較していいですか。はい、こっちが究極のひつまぶし。なんか量が全然、このうなぎの量がね、違うんだね。盛りですよ、てんこ盛りです。
これがね約1万円の備長のひつまぶしです。そしてお吸い物、肝なし、普通のお吸い物。こっちは肝入り。肝入り、あーすごい。はい。ではなんかね、取った感じもこういう感じですね。上に乗っかってて下は全部ご飯みたいな。なるほどね。はい。感じになっております。では一口いただきます。まずは普通に。そのままでいただきます。焼き加減が絶妙ですね。おいしい。皮とか周りがパリパリしてて香ばしくて香りもいいですし、ご飯も美味しい。結局、はい、結局行ってみましょう。すっごい入ってますね。モリモリしててよそれてないみたいな。なんせモリモリなので結構大変です。はい。なんかね。本当焼き加減いいですね。絶妙ですよね。外がパリパリで、中もトロトロしてる。何食べてるって感じですね。しますね。美味しい。よそった方はどんな感じですか。はい、結構ね、まだモリモリ入ってる感じですね。じゃあちょっと肝吸い行ってみましょう。2膳目は今度薬味をね楽しみましょうということで、このわさび行ってみたいと思います。わさびとあれでしょ、ネギとわさびを加える。ネギと、あ、ごめんなさい、ネギもね、はい、さらしネギ、さらしネギ、これもね加えていただきます。おいしい、おいしい、おいしい、すごいさっぱりします。そのままだとうなぎの旨味もあるんですけど、わさびとネギが加わることによってハーモニーがすごい、おいしい。なんか肝は入ってないの、でもお出汁がしっかりとってあって、すごくおいしいです。上品なんです。なんか本当さ、料亭で出てきそうな、ね、上品な味だよね。だしって感じです。おいしい。まずは、さらしネギ。さらしネギ、わさびを見せる。わさびね、全然辛くなかったです。結構油がちゃんとしっかりあるので。いただきます。はい。あ、合うね。すごい合いますよね。全然違う。違いますよね。ハーモニーになりますよね。今までソロバンドだったのが、そうそうそう、なんか豊かな、ふわーんっていうね、ハーモニーになる。しかもなんか相乗効果ありますよね。おいしい。引き立て合うというか、もうパクパクいける感じです。これおいしい。薬味と海苔を乗せ、出汁をかけて、うな茶漬けということなので、はい。薬味っていうのはこっちもわさびも入るんですね。わさびと、あとこのネギ、ネギと、そして海苔をかけて、はい。そして、
これ美味しそうだな。美味しそう。はい、じゃあこれでね、お茶漬けなんて超贅沢ですね。ねえ、贅沢だよ。いただきます。すごいいい香り。いただきます。うん、美味しい。こんなお茶漬け食べたことない。うん、すっごい美味しいです。なんかね、今まで食べたことないコクのあるお茶漬けで、うま、ん、みが凝縮されてて、でもなんかかけたら薄くなりそうじゃないですか。うん、全然薄くならないんですよ。うま、ん、みがね、なんだろう、豊かになる感じ、増す感じがします。美味しい。あとお海苔が入るので海苔の香りがすごいプラスされて、うん、さっきとよりまたちょっとテイストが変わります。うん、おいしいです。はい、ネギを乗せまして、ネギを乗せまして、わさびを乗せまして、海苔ですね。海苔もない。で、だしをかけまして。かけました。で、はい、ドキ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 。あー、高級だね。高級きましたね。もうなんか こんな高級なお茶ってほんと初めてです。ですよね、すっごい美味しい。美味しい。3つとも味が違ってね、食べ方が変化するたびになんか変わります、ね、全然なんかね、違う食べ物だよ。でもどれもすごく美味しいですよね。うん、はい、これあの究極の価値はありましたでしょうか。あります。あります。はい、究極のひつまぶしなんですけど、これ中にもね、ここにも入ってるの。おお、あ、本当だ。中間にも入ってるんですよ。本当ですね、なんか中間のところにいますね。ここにも入ってます。入ってますね、たっぷり入ってる。すごいね、サンドイッチ状態ですね。これは究極だ。なんかね、中から出てくるなと思ったんだよね、こうやって言ったら。うん、うん、はい、すごい出てくるもんな。贅沢ですね。わー、いいな、いいな、いっぱい入ってる。ほらほら、出てくる、出てくる。すごい食べ応えがたっぷりあります。あります。初めてのひつまぶしの感想をお願いします。はい、初めてのひつまぶしがこんなに美味しくて本当に良かったです。うん、今まではうな重とか食べてたんですけど、いや、こんなひつまぶし美味しいんだって新発見ができました。うん、ありがとうございます。満足ですか。満足です。名古屋最高です。よかったね。はい、よかったです。すごい美味しいひつまぶしでした。なんかね、本当にね、ひつまぶし初めてだったんですけど、本当に食べてよかったです。はい、このね、お品書きの通り、普通のひつまぶしでも十分美味しかったですが、このね、究極のひつまぶし、すごかったです。びっくりしちゃいました。でも、本当に9700円の価値がある、美味しい美味しい極上のひつまぶしでした。はい、まあ、美味しくいただいて、もうね、美味しかった。美味しかったです。待ったの多分30分ぐらいまた早ありました。うん、すごい美味しくて、これはでも絶対食べてほしいって思いました。絶対ね、この備長炭で焼いてるのが旨味の秘訣だと思います。そうだね、名古屋来たらね、ぜひ食べてほしい味です。ですね、はい、ということで満足の質問